はい、ロンコ太郎ですっていうわけなんですけどもね。いや、今回はですね、告知となっております。はい。6月16日にですね、前、まぁ、あ、ちょっとセカンドとかで話してたかな、日経的スタイルさんでですね、コウタロウチャンネルの、その僕が、今運営しているブランドの LTM ですね、LTM のポップアップをね、第2回やりたいと思います。はい。それですね、T シャツね、とか、ベースレイヤーとかね、ちょっとディスプレイしますんでね、なかなかね、欲しいんだけどもサイズ感がわからないとか生地感わからない、色どんな感じかってわからない方はですね、ぜひ来ていただけたらっていうのと、あとまたそれで僕とですね、僕もいるんで、その時にちょっとね山のお話とかですね、チャンネルのお話とかね、できてね、写真を撮ったりとかね、そういう触れ合いができたらなっていうね、ところになっております。で、そこでですね、あと UL 弁当ですね、なかなかいろんなね、その山飯のゆかさんもそれ売ってるんですけども、売ってもすぐ売り切れとかね、でいろんな店舗ですね、今結構何店舗か、3店舗4店舗やってるのかな、やってるんですけど、それでも出したらインターネットとか店舗とかにする売り切れになる UL 弁当もですね、発売しますんでですね、これを機会にね、ちょっとUL 弁当を、また買える状況になりますんでね、来ていただけたらなって思います。でですね、あとですね、ゲスト、これがですね、アドちゃんですね、アドちゃん、コウタロウとヨウ、つるんでるアドちゃんですね、アドちゃんがですね、日経アンバサダーですね、に選ばれとるんですよね、日経選ばれとるんですよ、ほんまね、日経アンバサダーで、やってますんで、そのね、その兼ね合いとしてね、ゲストでね、来ていただけますんでね、またアドちゃんね、ちょっと会いたいという方はですね、応援したいという方はね、時間に応援したいという方はね、ぜひともね、来ていただけたらと思いますね。はい、なんで、僕が好きな人も来ていただけたりとか、アドちゃんが好きな人ね、来ていただけたりとか、まあ、あるいは両方ね、気になってる方もね、来ていただけたりとかですね、ぜひともですね、6月16日日曜日ですね、時間は10時から17時ですね、午前10時から17時までね、東京の千駄ヶ谷の、日経的スタイルさんショールームでね、やってますんでね、また、チェックしていただけたらなって思います。でですね、あと4月7日ですね、7月7日にですね、いつもお世話になっている、もちゃまる夫妻のですね、三角スタンドで、ではなしにですね、修善寺ってですね、修善寺の駅から、僕まだ行った頃ないんですけど、修善寺の駅からちょっと近いみたいなんですけども、そこでですね、ポップアップね、そこでもやらせていただきます、ありがとうございますっていうところでね、そこでね、そこでまた、僕が、先ほど言ったようにね、ちょっと気になる方ですね、LTM の素材どんな感じや気になる方はね、ぜひね、来ていただけたらなって思います。はい、そんな感じかな、またね、そうだね、その7月7日の分は何時になるかっていうのをまた説明しますんで、動画でね、で、まあ、6月16日は10時から17時までってね、なってますんでね、またぜひともね、気になる方はですね、来ていただけたらなって思います。はい、まあそんな感じで、ほな、さいなら。